塗布するのと揉み込むのとでは効果の違いはあるんですか？はい、育毛剤を塗布するだけでも、浸透するんですが、指で丁寧に揉み込む方が、頭皮全体にまんべんなく行き渡らせることができると思います。手で揉み込むよりスカルプを使うメリットはありますか？はい、手で揉み込む場合には指の力加減や、指の当て方によっては頭皮を傷つけてしまう可能性があるので、 G4U を、揉み込む際に少しコツがいります。そのため自宅で育毛剤を使って頭皮のケアをするには、スカルプを使った方が頭皮をこすることなく誰でも簡単にケアを行うことができます。また、頭皮は1枚の皮膚で覆われています。そのため薄毛の部分だけに塗布するのではなく、ある程度、頭皮全体に塗布した方が効果的だと思います。薄毛ケアでスカルプを使って育毛剤を揉み込む場合は、 EMS はなしで、ゆっくりとした動きで刺激できるレベル1で行います。気になる部位に G4U を塗布し、頭皮をこすらないように刺激したい部分にスカルプを当てて、軽く押し当てながら刺激をしていきます。育毛剤を使うタイミングとしては、お風呂で髪を洗ってある程度水分を拭き取った後、髪が程よくしっとりとしている状態の時がおすすめです。頭皮にしっかりと G4U を塗布してスカルプで揉み込んだ後に髪を乾かすと良いと思います。おすすめのケア方法は、頭部を、3ラインに分けます。この3ラインというのは、正中線のラインと、左右の黒目のラインから後頭部に向かったライン、この3ラインになります。そしておでこから、後頭部に向かって刺激を行っていきます。その後気になる場所の刺激を行います。ではまずはじめに、正中線上に、櫛で、髪の分け目をつけていきます。はい、で実際に、G4U を、頭皮にこう当てて、プッシュしながら、育毛剤を塗布していきます。はい、それでは続いてスカルプを使って刺激をしていきます。まず電源を入れていきます。レベル1で刺激を行っていきます。額から後頭部に向かってスカルプを頭皮に当てて刺激をしていきます。この正中の、後方に向かうラインは、鍼灸の世界では徳脈ラインと言います。では、続いて、黒目の、ライン上を櫛で分けていきます。これが2ライン目ですね。しっかり、髪を、分けてから、G4U を塗布していきます。はい、G4U が塗布できたら、先ほどと同様に額側から後頭部に向けてスカルプを使って刺激を行っていきます。このようにゆっくり、額側から後頭部に向けて刺激をしていきます。では続いて、3ライン目、反対側の目の黒目のラインの髪をしっかりかき分けていきます。では G4U の、先端の部分を、頭皮に、当てながら育毛剤を塗布していきます。
はい、育毛剤が塗布し終わりましたら、スカルプを使って、先ほど同様額から、後頭部に向かって刺激をしていきます。3ラインのケアが終わりましたので、最後に、気になる部位に G4U を塗布して、スカルプで指圧のように刺激を行っていきます。はい、ではスカルプで刺激を行います。スカルプで刺激を行う際は、指圧を行うように、ぐっと、このヘッドをですね、頭にぐっと押し付けて離して、押し付けて離すような刺激で、ケアしていきます。女性の方の場合は、この前髪の、左右の、生え際のあたりが、薄毛というか髪の毛がこう薄くなってくることで悩む方が多いので、このあたりをしっかりケアしていきましょう。指圧の際は、指でしっかり頭皮を捉えて、押し込むように、グッグッと刺激をしていきます。揉み込む刺激は、指で頭皮をしっかり捉えてスライドさせながら、指を動かしながら刺激をしていきます。